今回は無職転生で主人公ブルーデウスの宿敵となる人神について解説していきます。作中ではルーデウスの夢の中に突如として現れた謎の人物、人神。白くもやがかかった人型の見た目をしており、自らを神様と名乗るうさんくさすぎる人物です。人神はルーデウスに様々な助言を与えて手助けをしているように見えますが、その正体と目的はとんでもないものでした。人神は自ら神様と名乗る通り、太古の七神の生き残りになります。ルーデウスが転生した世界は六面世界と呼ばれていました。それは人界、魔界、竜界、獣界、うなさか、天界がそれぞれサイコロの六面のように合わさっていたのです。そんな六面世界の内側にもう一つの世界が存在していました。それが無の世界です。人神はこの無の世界に生まれ落ちた存在で、他の六面世界に神様が誕生した際の副産物でした。そんな人神ですが、人の世界の神様である人神を乗っ取ってしまいます。そして人界を除く六面世界の神の伴侶や妖人の命を次々に奪っていくのでした。こうして人神は人界以外の六面世界を滅ぼしてしまいます。一見六面世界を手に入れたかのように見えた人神、そんな人神を無の世界へと追いやった人物がいました。それが竜界の竜神だったのです。竜神は自らの息子オルステッドに転生する秘術をかけ、人神を倒すために未来へと送り込みました。こうして竜神オルステッドは人神を倒すことだけを目的にタイムリープし続けます。ただ何度やり直しても人神のいる無の世界にたどり着くことができません。実際に人神もオルステッドを雑魚呼ばわりし意に介していませんでした。しかしそんな状況が大きく変わる出来事が発生します。それがこの世界にルーデウスが転生してきたことでした。今まで自らの存在が脅かされることがなかった人神、ルーデウスの転生によりその未来が大きく変わることになるのでした。人神が初めて登場するのはヒットア領転移事件後になります。魔大陸へと転移させられたルーデウス、そんなルーデウスの夢の中に突如として現れます。この時ルーデウスは前世の時の姿をしていました。そんなルーデウスに話しかける人神、そのうさんくさい口調や雰囲気からルーデウスは最初絶対に信用してはいけないやつと警戒をしていました。そんなルーデウスに対して人神はある助言をします。それは目が覚めた時近くにいる男を頼りなさい、そして彼を助けるのです、というものでした。そしてルーデウスが目を覚ますと人神の助言通り近くに一人の男を見つけます。それがスペルド族のルイジェルドでした。スペルド族は悪魔と呼ばれ、この世界では忌み嫌われている存在。実際にエリスが初めてルイジェルドを見た時は恐怖で震えていました。しかし本当は子供が大好きな優しい人物で、悪い噂は魔人ラプラスに騙されたためでした。ルーデウスはそんなルイジェルドを信用し冒険者パーティーレッドエンドを結成します。そしてルイジェルドとエリスの3人でフィットア領へ戻る旅をすることになるのでした。一見人神の助言に従ったように見えるルーデウスの行動、しかしあくまでルーデウス個人が自身の感情で決断した行動でした。ただ結果としてルイジェルドを頼ったことによりルーデウスはフィットア領へと無事戻ることができます。むしろルイジェルドがいなければルーデウスとエリスは魔大陸で命を失っていた可能性が高かったでしょう。そういった意味では人神の助言はルーデウスにとって悪い助言ではありませんでした。その後も人神はルーデウスの夢に現れては助言をすることになります。次に人神はルーデウスにリカリスの町で子猫探しの依頼を受けなさいと助言してきます。結果的にルイジェルドと一緒に旅をすることが自身のプラスになっていると感じていたルーデウス、この人神の助言を聞き入れて冒険者ギルドで依頼を受けます。依頼自体の難易度は低く、ルーデウスたちはあっという間にペットの密売業者を見つけました。しかし次の瞬間ルイジェルドがその密売業者の命を奪ってしまいます。ルイジェルドの行動に困惑するルーデウス、ルイジェルドたちスペルド族は悪人とあれば迷わずその命を奪うという常識がありました。そんな状況下でルーデウスはルイジェルドがスペルド族であることを黙ってもらう条件で生き残りの密売業者を逃がしてしまいます。その結果ルーデウスたちはリカリスの町を追い出され、ルイジェルドとの関係も悪化してしまいました。最終的にはルイジェルドとの関係は改善されるものの、人神の助言に従ったためにひどい目に遭ったルーデウス、当然人神に文句を言うことに。すると人神は普通に小悪党を衛兵に突き出せばルイジェルドと仲良くできたのにと言い訳をしてきます。人神には未来を見る能力があり、その見た未来をルーデウスに伝えているだけでした。そのため人神が見た未来は確定されたものではなく、ルーデウスの行動自体で大きく変わってしまいます。なので人神からすると今回ルーデウスがひどい目に遭ったのは自業自得だと言いたかったようですね。どうやら今回の結果は人神としても予想できなかったみたいです。人神の助言により一時はルイジェルドとの仲が悪化してしまったルーデウス、人神は名誉挽回とばかりに新しい助言をルーデウスに与えます。それは食べ物をいっぱい買って一人で路地裏をうろつくのです、というものでした。言われた通り路地裏をうろつくと魔界大帝キシリカキシリスと遭遇します。
お腹を空かせて今にでも倒れてしまいそうなキシリカ。リューデウスは持っていた食べ物をキシリカに与えます。その代償としてリューデウスは数秒先の未来を見ることができる予見眼を授かるのでした。リューデウスはこの能力のおかげで戦闘力が大幅に向上するのですが、予見眼が体に馴染むまで数日宿屋にこもりっきりになります。実はこの時リューデウスたちがいるウェンポートにはロキシーが訪れていました。しかしリューデウスは宿屋に引きこもっていたためロキシーと出会うことはなかったのです。予見眼を授かったことはリューデウスにとって有益でしたが、ロキシーと出会えなかったのは何か嫌な感じがしますね。その後魔大陸から中央大陸へと無事帰還したリューデウス。1年ぶりに人神はリューデウスの夢に現れ、リーラとアイシャがシーローン王国で捕虜になっていることを教えます。そして助言として正体を隠して偽名を使いアイシャに近づきなさい、シーローン王国の知り合いに手紙を書きなさいと告げるのでした。今回は具体的な指示があったためその通りに行動したリューデウス。シーローン王国第三王子ザノバの協力もあり、無事にリーラとアイシャを助け出すことになります。このことでリューデウスは人神の助言に対して信頼を抱くようになるのでした。ヒットア寮に戻ったリューデウスは母親ゼニスの行方を探すことになります。ゼニスに見つけてもらうために冒険者として名声を上げるリューデウス。そんなリューデウスの元に一人のエルフの女性が現れます。その女性はかつてパウロが率いていた冒険者パーティー黒狼の牙のメンバーエリナリーゼでした。エリナリーゼはリューデウスを見つけるとゼニスがベガリット大陸の迷宮に囚われていることを伝えます。さらにゼニスを助け出す迷宮攻略にはパウロだけではなくロキシーも参加していることを教えてくれるのでした。当然リューデウスもベガリット大陸へ向かおうとします。このタイミングでリューデウスの夢に人神が現れるのでした。人神はリューデウスにベガリット大陸に行くと君は必ず後悔することになると語ります。さらに続けてラノは魔法大学へ行き転移事件について調べなさい、そうすれば ED が治るでしょうと告げるのでした。この時リューデウスはエリスに捨てられたと思い込み ED になっていたのです。人神の助言に従いラノは魔法大学へと入学することになったリューデウス。そこでリューデウスはシルフィーと再会し結婚することになります。そしてシルフィーの献身的な愛により ED も完治するのでした。そんなリューデウスの元に一通の手紙が届きます。それはゼニス救出に向かっていたパウロの仲間ギースからのもので、ゼニス救出困難応援求むと書かれていました。この時シルフィーはリューデウスの子供を身ごもっており、ゼニス救出に行くべきか悩むことになります。そんなリューデウスの元に人神が現れるのでした。そして人神は次の発情期が来るまで待ちなさい、そしてリニアかプルセナのどちらかと関係を持つのですと告げます。これはゼニスの救出には参加せずにラノは魔法大学に残ることを意味していました。今までの経緯から人神の助言を聞いた方が良いと考えていたリューデウス。そんなリューデウスに妹のノルンが泣きながら伝えます。兄さんはとても強いのになんで助けに行かないんですか。この言葉を聞いたリューデウスは人神の助言を初めて破りゼニスを助けにベガリット大陸へと向かうのでした。結果的にリューデウスはゼニスの救出に向かったために父パウロと自分の左腕を失います。さらに助け出したゼニスは廃人状態になっていました。一見人神の指示に従うべきだったと思えるような最悪の結末。ただこの時リューデウスはロキシーと結ばれ結婚することになります。そしてこのことは人神にとって最大の誤算となるのでした。前述の通り人神は未来を見る能力を持っています。その能力は自分の未来を見ることもできました。今までは何も起こらなかった人神の未来、しかし人神はオルステッドとルーデウスの子孫により封印される自身の未来を見ることになるのでした。ルーデウスがこの世界に転生してきたことで未来が大きく変わったのです。そのルーデウスの子孫というのがロキシーとの間の子供であるララでした。人神は自分が封印される未来を回避するためにルーデウスたちの命を奪おうとします。人神には未来を見る力の他に人の心を読む力を持っていました。さらに人を信用させる呪いも所持しており、これらの力を使って人を操り破滅へと導いていたのです。しかしこれらの能力は運命の強い人物やその周囲には効果がありませんでした。強い運命を持っているリューデウスとロキシー、そこで人神はリューデウスに助言をすることで自分の都合の良いように未来を改変しようとします。つまり今までリューデウスの利益になっていると思われた人神の助言は全ては自身が封印される未来を変えるための助言でした。例えば最初のルイジェルドを頼り助けるという助言、この世界ではルイジェルドの娘であるルイシェリアが魔人ラプラスを倒すことになっていました。人神にとっても魔人ラプラスが倒されることは自身の危機につながります。そこでルイジェルドにスペルド族の村を見つけさせ、その上で感染病を蔓延させてルイシェリアの誕生を阻止しようとしました。そのためにルーデウスに助言を与え利用したのです。その他にもラノは魔法大学への入学を進めたり、キシリカに予見眼を授かるように助言したのは全てロキシーとルーデウスを合わせないようにするためでした。そんな人神の思惑とは裏腹にリューデウスとロキシーは結婚してしまいます。さらにロキシーはリューデウスとの間に人神を封印する人物であるララを身ごもるのでした。助言という形でなんとか自分が封印される未来を回避しようとしていた人神、その目論みはリューデウスとロキシーの強い因果律により崩れ去ります。そして人神は未来を変えるため強硬手段に出るのでした。
強い運命に守られているルーデウスとロキシ、そんな運命が弱まる時が一つだけありました。それが妊娠している時期です。子供を宿している間は運命が弱まり、人神も周囲に干渉することが可能になるのでした。当然このチャンスを人神が逃すわけがありません。人神はルーデウスの夢の中に現れます。そして今回は助言ではなく、地下室に行って異常がないか見てきてほしいというお願いをするのでした。そのお願いを聞いて地下室へと向かうルーデウス。そんなルーデウスを止めるように一人の男が現れます。それは未来からやってきたルーデウスでした。彼は、地下室へは行くな、お前は今人神に騙されていると告げます。実は地下室の扉を開けてしまうと病原菌を持ったネズミが解き放たれてしまい、そのネズミからロキシーが魔石病に感染してしまうのでした。その結果ロキシーとお腹の中にいたララは命を失うことになります。さらにはロキシーだけではなく、シルフィーやエリスたち全員が命を失う未来が待っていました。そんな未来からやってきたルーデウスは一冊の日記を渡し、静かに息を引き取ります。この日記の内容から人神の目的を知ったルーデウス。そんなルーデウスに対して人神は提案を持ちかけます。それはルーデウスの家族に手を出さない代わりに友人オルステッドを倒せというものでした。家族を人質に取られたルーデウスは人神の指示通りオルステッドと対決します。しかし実力差は歴然で、命を奪われる寸前まで追い詰められるのでした。もはや風前の灯火だったルーデウス。そんなルーデウスの前にエリスが現れます。エリスはルーデウスを守れるぐらい強くなるために剣の聖地で修行をしていました。そして見事にルーデウスの危機を救ってみせます。そんな状況にオルステッドは何やら訳があると感じ、ルーデウスから事情を聞くことにするのでした。状況を理解したオルステッドはルーデウスに自身の配下に加わるよう提案します。その提案を了承したルーデウスはオルステッドと共に人神と対立することになるのでした。オルステッドの配下として人神と戦うことになったルーデウス。その後人神がルーデウスの夢の中に現れることはありませんでした。ルーデウス自身はオルステッドと共に人神の使徒と戦いを繰り広げます。最終的には人神の使徒を全員倒したルーデウス。そのため人神はルーデウスに一切手出しできなくなってしまいます。これ以降作中では人神が登場することはなく、ルーデウスも天寿を全うして永遠の眠りへとつきます。多くの人に見守られながら幸せな人生を終えたルーデウス。その後ルーデウスは気がつくと白い部屋の中にいました。そこには体をバラバラにされ、獅子がそれぞれ魔法陣で縫い止められた人物に出会います。半透明の鎖で拘束されたその人物は人神でした。完全に封印された状態の人神。ルーデウスが天寿を全うした後、オルステッドとララにより人神は討伐されていたのです。そんな人神と再会したルーデウスは、明確な敵である人神がいたからこそここまで頑張ってこられたと語るのでした。人神に感謝を告げたルーデウスはそのまま消えていきます。そんなルーデウスを人神は黙って見続けるのでした。人神について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。